ケイ・ルークは中国広州市生まれの俳優、声優である。1904年に中国広州市で生まれる。少ししてから一家はアメリカへ渡り、ルーク自身はシアトルで育った。その後の1944年には市民権も取得。俳優になる前はアーティストとしてハリウッドで活動していた時期もあり、グローマンズチャイニーズシアターに壁画を描いている。 その他の美術担当として1933年に RKO が制作したパニック映画の金字塔、キング、コングのプレスブックのアートワークもある。アーティストとしての活動を経て1934年に彩られし、女性で役者として映画デビュー。その後もアジア系俳優として数多くのテレビドラマや映画などに出演し、順調にキャリアを重ねていく。 当たり役としては、作家のアールデア・ビガーズが描く、中国人警部、チャーリーちゃんシリーズ。同シリーズにおいて、チャーリーちゃんの長男兼女主役として世間に知られ、始めた。また、1940年に制作された、グリーンホーネットでは、日本人のミスター・カトー役も演じた。日本でも、デビッド・キャラダイン主演の、萌えよ、カンフーの盲目の武術師宝先生役や、 ジョーダンテ監督のグレムリンシリーズの骨董屋の主人役などで知られている。私生活では1942年に結婚しているが、1979年に妻と死別している。1991年に86歳で死去。ありがとうございます。